曲だけのコンサート。よっ、待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。今月も始まりました、うん、松原健さんの1曲だけのコンサートです。楽しみ。このコーナーは松原さんがいろいろな楽器奏者の方にお会いして、その方と1曲だけのミニコンサートを開くというものです、はい、今回どんな方にお会いしたんですか？今回はね、ですね、あのハープの奏者の方に。ハープ、はい、ハープと聞くとその音色とか形からすごいエレガントな感じするじゃないですか。しますよね。でもですね、そう、演奏方法は意外と複雑で大変な楽器だったんですよ。ぜひご覧ください。金沢市のご自宅にお邪魔しました、金沢市在住の平尾由紀子さん。ハープとの出会いは11歳の時だそうです、その後愛知県立芸術大学の弦楽器科を卒業。2年間のオランダ留学の経験を持つ実力派です。現在は県内を中心に幅広く活動している美人ハーピストです。お綺麗な方ですね。大平さんが黙り込んじゃったお美しい。愛子さん、ありがとうございます。もう本当になんか天使のような音色というかね、はい、この大きさがいわゆるそのハープの一番ベースの大きさなんです。そうです、グランドハープという、これは一番よく使われるオーケストラでも登場する、なんと重さ40キロというこの大きなグランドハープの他にも小さいサイズのサウルハープ、中くらいのサイズのアイリッシュハープがあるんです。こんなにあるんですね。はい、間近で見るのも初めてのハープ、まずはハープといえばこの技法という音色を聞かせてもらいました、で弦をそのまま撫でて上に やったり下にやったり、こういったのがグリッサンドですね。これはグリッサンドですね、はい、でアルペジオっていうのもまたあるんですけども、これもあのハープならではの音で、こうハープってもともと昔の語源はアルパってあの呼んでたんですけども、そのアルパはアルペジオから来ています、はい、ギターでも使われるこの技法は、ハープとも深い関わりがあったんですね。この弦は大体何本ぐらい？はい、これ、全部で47弦あります。例えばそのピアノの鍵盤、はい、レミファソラシドってこうやって鍵盤だったら並んでますけど、はいはい、どのようにこれ、はい、これもあの並んではいるんですけども、あの赤色と白色と黒色の弦が、あると思うんですけども、これはもうハープの世界の中で共通してまして、赤色の弦がドになります。その赤の3本隣にある黒い弦がファ、白い弦がその他の音になるんですが、こうして弦に色がついていることで分かりやすくなっているんです、知らなかった、ね、そして足元には7つのペダルがあり、実はこれで音の高さを変えることができるんですよ。3段階になってるんですけども、ペダルを一番上にこうセッティングすると、あの全ての弦が全部フラットの状態になります、半音下がるわけですね。半音下がってます。で全部真ん中にすると、次は全部の音がナチュラルになります。そしてペダルを一番下にすると、シャープの状態になるんです。そんなこともあるんだ。でそれがペダル一つ一つについているので、これはどのペダルなんですけども、どのペダルを踏むとどのここが全部こう動くんです。ここが、はい、このどのところが、カメラマン、ここですよ、ここが動くんですよ。動いてる、はい、ちょっと締めることによって半を上げたり下げたり、というふうに。ただそのピアノのように転調が多いと、ペダルが大変なので、これたまにこんがらかっちゃうときないですか？そうなんです。もう弾きながら全部こうペダルを操作して弾いていかなきゃいけないので、複雑ですね結構。あまりペダルがハープあるっていう
知ってる方はあまりいらっしゃらないので、僕も初めて知りました。もう涼しい顔でエレガントに弾いてるっていうイメージしかないので実は足がすごくバタバタして大変な。だからにこやかにこうエレガントに弾きながらも結構焦りながら足やったりとか実はあるんですよね。次ってあのミーナチュラルミー踏むんだとかそういうふうに考えながら。難しいですね。ピアノとかでしたら もしかするとあるお宅もあったりすると思うんだけど、はいはい、ハープって触るきっかけもないじゃないですか。です、ね、大体普通の方、はい、私が始めたきっかけは小学校の同級生のお宅にハープが置いてありまして、はい、で、行くたんびにやっぱり私も初めて見るものなので、うん、もうすごいと思って感激して、うん、で遊びに行くたびに触らせていただいてたんですけども、うんうん、自分もハープを弾いてみたい、そんな思いからハープを習い始め大学進学留学を経て夢を叶えた平尾さんに改めてそのハープの魅力をお聞きしました。うん、音色はもちろんですし、やっぱりこのハープという存在形、うんうん、美しいこの形がやっぱり一番好きですね。であとやっぱりバイオリンや他の弦楽器は弓を使って、はい、音を出しますけどハープは直接手で音を奏でますので、うん、やっぱり自分の気持ちが伝えやすいと私は思います。今後のなんか夢とか野望って何かありますかね。まずは、金沢でたくさんの方にハープを聴いていただいて、うん、金沢のハーピストといえば平尾由紀子と言われるぐらい、うん、しっかり頑張っていて有名になることで金沢の魅力もさらに伝えていけたらと思います。ハープと金沢を、はい、なるほど。これからも夢に向かって進む平尾さんと一曲だけのコンサート、今日はこの曲をセッションします。強さも。そうなんです。なんかね、そのおっしゃる通り、なんかこうしっかりとしたなんか芯もちゃんとあって、なんかすごい不思議な経験させていただきました。あ、なんか歌っててもそういう気持ちになりますね。そうですね。その様子もまた神秘的でいいですよね。形からね、やっぱ幻想的ななんかね、楽器ですよね。そうですよね。はい。さあ次回の放送は11月の17日の月曜日になります。はい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一曲だけのコンサートでした。さあこの後はお天気情報です。明日も一日、今日は一日ぐずついたお天気になりそうです。